だから昨日も言ったように、今私の髪に触った？いいえ。そう、何かしら今の。予定通り。セバラシオンは初期段階へ移行。残り36時間。メイデンとの同期は現時点で 60%。 おお、これは面白い。なるほど、このように見えるのか。気分がいいものではないな、自分自身と対面するとは。あとはこの男が働いてくれるかどうかだが。
それは…お入りください。だいぶお疲れのようですが、大丈夫ですか？こう見えても、私はメイドをやっていたことがあるのですよ。そうでなければハウスキーパーは務まりません。お褒めいただいて恐縮です。本業のお話をさせていただきます。こちらにおいでください。画面が見えますか？基本的にホロスコープを分析するためのものです。いいえ、占星術です。占星術と星占いは全くの別物です。星占いは占星術で用いる要素のほんの一部を取り出したものにすぎません。天体とは惑星、衛星、恒星であると同時に地上のあらゆる事物に何らかの意味で内在し、その諸々の形態や働きを規定している隠れた性質でもあるのです。占星術はその隠された意味を探ることを目的とした実践的テクノロジーなのです。今表示されているのはこの屋敷のホロスコープです。この世に誕生した日付と時刻が得られればどのようなものでも可能です。たとえあなたの履いている靴であっても。少しは興味が湧きましたか？4日前にニューチャルリセプションが出ています。問題解決のために障害を克服するという暗示です。ここで何の動きもなかった場合、さらに13日が経過した時点で冥王星が非常に良くない場所に入るのですが、今回は幸いなことに動きがありました。その変化をデータに加えると明日正午にグランドトラインが現れます。画面を見てください。これは特別に強い運命の潮流に乗ることを暗示します。次にこの出生図を見ていただきたいのですが、あなたのです。これを進行させ、明日正午の時点まで持っていくと、この通り。お分かりですか？はい。これがキャスティングの条件その2です。
星占いと占星術は。もう一つ面白いものをお見せしましょうか。これです。今画面に4つのホロスコープが表示されましたね。これを一斉に明日正午まで進行させます。するとどうですか。これはクリス、ジェーン、ディアナ、ミレイのホロスコープです。この4人はそれぞれの支配星によって治水風化の4種類のグランドトラインを描きます。ちなみにあなたのグランドトラインは風です。次第のうち風と補い合う元素は火。風のグランドトラインに火のグランドトラインを重ね合わせてみましょう。2つの逆方向を向いた正三角形が重なると、魔星人となるわけです。いかがです。面白いでしょ。もうお分かりかと思いましたが、白羊球、獅子球、人馬球ですね。この結果はあなたがご自分で選ばれたのですよ。先ほどお見せした記号や図形は天によってもたらされたものであり、それだけでは半分です。天において見出されるものはすべて地においても見出される。地によってもたらされるものをあなたが自然のままに受け入れることができるかどうか、明日の正午まであなたが流れを踏み外さなければ、私が説明せずともおのずと明らかになるでしょう。申し訳ありません。運命をねじ曲げることなくあなたにご理解いただくにはこれが精一杯なのです。すべての結果が出る時間です。はい、明日正午前、からくり時計の前でお待ちしています。ホロスコープは事象のシミュレーションでしかありません。また私の拙い説明では理解も難しいでしょう。最善の方法はあなた自身が体験することです。どうか心よくお越しくださるようお祈り申し上げております。
仕えさせてください。私のこの体を安住の寝屋として。お前は神の国に住まうことを望まぬか。私は今言葉を思い浮かべています。主につくものはこれと一つの霊となるなり。それは神の恵みを遠ざける者が口にすべき言葉ではない。私の魂はすでに捧げられたものです。お前の言う主とは。あなた様を置いて他に誰がおりましょうや。面白い。お前は私の魂の一部であると申すのだな。私はあなた様の愛によって地に立つものです。あなた様の力によって守られ、あなた様の言葉によって勇気を与えられるものです。あなた様のために働くことができる恵み、ただその恵みだけを私は望んでいます。それは忠誠か、それとも服従か。いいえ。ならばそれは何だ。私にとってそれは愛する。では問う。私が妻をめとったときは。あなた様の愛したお方を私も愛します。私がお前を殺そうとしたときは。あなた様がそれを愛によって行うなら、私は望むままに殺されましょう。私は今理解した。私とお前の愛とは神と人との愛をなぞらえたものだ。それゆえに一つの霊であると申しました。だが創造主が作りたまいし人間は現在を追い汚れた存在として楽園を追放された。ならば私とこの屋敷によって形作られたお前はどうなのだ。私は純潔なるものです。あらゆる誘惑を退けます。無限在のものであるというのだな。はい。それでいい。お前は誘惑を受け入れてはならない。お前は私にのみ愛を捧げるのだ。それこそがお前がメイデンであることの証しとなる。はい。私はメイド。ご主人様のメイドです。